だからいろんな人格があるのかな。そういうことか。確かに。そう。いろんな役が本気の多重人格。じゃあもう一個読む。次あいさちゃん何気になった。個人的にこれも気になったんですけど、はい、役を引きすることはありますか。どうある。私、16で初めてめちゃくちゃ引きずったんですよ。あ、初めて。そうなの。あの、結構引きずるタイプなんですけど、引きずるのも3日か4日とかなんですけど、何を引きずるの。なんだろう。全然引きずらない人の発言じゃないそれ。何を引きずる。引きずらない。引きずらない。なんか役柄もあるよね。問題作品とかだとさ、確かに、あるよね。何を、なんか仕草とかもそうだし、口調とか顔つきっていうのが、顔つきは一番言われました。まだ息吹の顔してるねっていうのを1週間以上、そうですね、マネージャーさんとかに言われて、自分じゃ分かんなかったんですけど、引きずるタイプなんだなと思って。引きずる、引きずらなさそうだね。引きずりそうじゃないですか。マジ。いや、分かんないな。どっちだと思う？私引きずると思います。私引きずらないと思います。私引きずらないと思う。引きずるなあ。らやっぱり、やっぱり絶対そうだと思った。さすが、つながってるみたいな。もうね、髪型を変えます。ん？あ、そっから？はい。へー。終わった瞬間にできるだけ早いスピードで髪型を変えます。そっからね、まあ、形から変えていくタイプか。いや、じゃあもうだからそうしないと切れない絶対。へえ、そうなんです。私も抜けれなくて、どうやったら抜けれるんだろうと思って、うん、3年前のお芝居してくださいって言われてもできるかもしれない。マジか。それはすごいな。引きずりすぎてません？多分な、背負いすぎてる。だからいろんな人格があるのかな。そういうこと。確かに。そう。いろんな役が出ちゃってる。本気の多重人格。でもな、役者ってあるじゃん。いやー、こういうところもなんかプラスアルファでなんか加えられていくじゃん、自分の人格が。確かに。だからそれは感じるかもしれない。だから引き出しとして持ってたりはするから、それを逆に置いてくることの方が難しい。まあでも役による、まあ、できない、まあね、そうじゃないのもあるし、まあいろいろですわな。これはでも割と引きずったかな、ちょっと。じゃあ多分残りの2人は引きずらない。あ、そうなんだ。引きずらない。終わったら、切り替えられる。ラインブロックするみたいな。何それ、ちょっと例え悪くない？嫌なやつじゃん。人間としてのもう切り替えができる。なんか言い方あるけど、いちいち引きずってたら自分が苦しくなっちゃうから、なんか本当1個足したら1個抜けてって感じかな。でも全部は多分抜けないんだろうから、 0.8 入れ、なんか1入れて 0.8 抜いてみたいな、なんかちょこまかちょこまかした。でもやっぱそのちょっとずつ足されていくけど、今までの役とかなんか思考とかはさ、いろいろ自分で考えるじゃん、そのこの役について。その考えが自分の中にちょっとでも当てはまったら、あ、こういうのもあったわっていうので、なんかその 0. 何パーセントだけは残してるけど、なるほど、切り替えっていう部分ではすぐできちゃうタイプかもしれない、いいなぁ。すごい器用なんだと思う、抜けれないっていうのは。いやいやいや、器用なんだと思う。羨ましい。お互い様ですね。じゃあしんどいもんだって。苦しいでしょ、だって役にもよるけど、もちろん。いやだから特に重い役の方がさ、残りやすいものとかあるじゃない、それこそ。ずっと浅田くんに会いたかったし、なんかメイちゃんを守んないとって思ってました、まだ。すごいね、それ。だって他の役ももちろんやりながらでしょ、この何ヶ月で。多分私打ち上げの時も引きずってました。そうなの。そう、引きずってました絶対。打ち上げの3日後ぐらいになんかようやく抜けてきて、で、まあ、違う撮影が始まったからっていうのもそうだと思うんですけど、